皆さんこんにちは、発音トレーナーのセレイです。今日はシャドーイングの方法について解説していきたいと思います。リスニング力に効果的なトレーニングとなっていますが、間違った方法で練習されている方結構います。というのもですね、シャドーイングって結構効果的なトレーニング方法の一つとしてよく名前としては聞くかと思うんですけど、多分習ったことない人多いと思うんですよ。でまずシャドーイングやってくださいみたいな感じで言われて、やってみたけどなんか効果ない、難しいみたいな感じですね、なることが多いので、今日はですね、正しい方法ですね、ステップっていうのを理解して、それをですね実際に普段の学習に取り入れていただければと思います。リスニング力、これはですね、もう英語のもう必須能力です。そもそも英語が話せるようになるためには、相手が言ったこと何て言ってるかですね、こう聞いて理解しできないといけないですし、ドラマとか映画ですね、楽しむためにはこの音を聞き取る、こうリスニング力ですね、もう必要不可欠ですよね。はい、なのでより楽しい英語ライフを送るためにはリスニング力を上げる必要があります。なのでリスニング力を上げるためにはこのシャドーイングのトレーニングですね、取り入れていきましょう。でシャドーイングで得られる効果はですね、まあ大きく分けて3つあります。まず1つ目、リスニング力が上がります。そして2つ目、英語の発音が上達します。そして3つ目、いろんな単語フレーズを覚えることができます。なのでこの辺の英語力が足りないなと感じている方にはですね、シャドーイングおすすめです。ではですね、シャドーイング5つのステップから見ていきたいと思いますが、5つのステップこのようになってます。はい、ではですね、まず1個ずつ、解説していきたいと思いますが、1つ目、音源を聞いて初見の理解度をチェック。はいですね、まあこれは結構重要ですね。まず音源を聞いてください。何も見ないで聞いて、その段階でどれくらい自分は理解できるのか、例えば 30% ぐらいしか理解できないのか、まあ9割ぐらいはもう理解できるのかっていう形で、まあ、最初が自分にとってどれくらいのこうレベル感なのかっていうのをですね、確認するようにしましょう。でそしてそれをですね、まあ1回か2回、まあ3回くらいですかね、こう繰り返していくと、もうこれ以上もう分かんない、もう分かんないとか結局分かんないので、はい、まあこれ以上分かんないな、これ以上無理だなってなったところで、これで初めて内容をですね確認していきます。これがステップ2です、内容確認。でこの内容確認じゃ何するかというと、分かんない単語、分かんないフレーズ、分かんない文法、こう全部ですね、確認するようにしてください。でそしてこの段階で理解度を 100% にするようにします。でこのステップに実はとても重要で、こう意味も理解できてないものを音読とかシャドーイングしてもしょうがないんですよね。まあ、もちろんまあ発音は上手くなるかもしれないですけど、結局リスニング力って何かっていうと、音を聞いて、その聞いた音、まあ、単語とか文法とかを頭の中で処理して、まあ、理解してっていう、こういうプロセスが全部含まれたのがリスニングですよね。はい、なので意味もわからないものをやってても、まあ、音を聞く力は少しこう上達するかもしれないですが、意味を理解するっていうところ全然こう切り離されちゃってますので、はい、これ音を聞いて理解する、これをですねしっかりセットとして練習していく必要があります。なので必ず、意味をですね 100% 理解するですね、ここ必ず徹底するようにしてください。でそしてここでステップ3、ここで初めてですね音読になっていきます。はい、なのでこのステップ1ステップ2というのはもう下準備ですね。この準備をしないでシャドーイングやってる人結構いるんですよ。なんかひとまず真似てみるみたいな、これ意味もったいない時間になっちゃうので、必ずこの下準備ですねしてから進むようにしてください。でこの音読を入れる理由っていうのが、まずはですねこの文章を読むということに慣れる必要があります。新しい文章だと、いろんな単語とか、その今までこう発音したことないようなこう単語の連続とかですね、まあ、いろいろこう慣れてない要素がたくさんありますので、まずは音読をして、口に慣らすっていうことを作業ですね、入れてください。で、これまあ何回かやってからですね、ここでですね、実際にステップ4ですね、音源に合わせて発音をしていきます。このステップ4の音源に合わせて発音っていうのは、ここはですね、どうしても音読していると、実際のネイティブの発音と自分の発音、やっぱこう、まだギャップがある状態になってしまいますので、実際のネイティブの音を聞きながら、あ、この人こうやって発音してるんだなとか、こことここの単語はリンキングして音がつながって、なんか思ってた音と違ってたなとか、ここすごいめちゃくちゃ速くなってるなとか、ここすごい感情込められてるなとかっていう形で、聞いてみるとですね、いろんな発見があります。で、こういう風に聞きながらですね、やっていくんですが、これ一気にやろうとするのは難しいので、まずはこうセンテンスごととか、まあ、フレーズごととかにこうちょっと細かく分けて聞いて練習、聞いて練習ですね。なので、この辺はもうシャドーイングというよりは、まだ音読と音を聞きながらまあ音読する、まあ、音を聞きながらまあリピーティングするっていうところですね。そういう段階になります。なので、この辺でしっかりと音を聞いて音を真似するっていうことを徹底していきます。で、この程度まで来ると、意味も 100% 理解している。そして、ネイティブの音も、ある程度理解しているっていう状況になりますので、ここまで来たら、初めてシャドーイングですね。ここに実際にトライしていきます。そもそもシャドーイングというのは通訳者のための、まあ、トレーニングだったりするんですね。なので単純に難易度高いんですよ。
この難易度高いものを下準備もせずにいきなりやろうとしてもできるわけないんですよ。なので必ずこのステップを踏んで徐々に難易度を上げていく、この徐々に難易度を上げていくことでシャドーイングがですねやりやすくなります。英語上級者であればもういきなりシャドーイングやってもできる人はいますが、英語初級者から中級者の方は必ずですねこういうステップを踏んで練習するようにしてください。でこの最後のステップですね、こうシャドーイングをしていくわけなんですが、ここではですねシャドーイングというのは音を聞いて聞こえた音を真似るというトレーニングになりますので、基本的にはですね文字は見ないで練習するというのがポイントになります。例えばもちろんステップの一つとして文字を見ながらシャドーイングするっていうのを入れても全然 OK です。ただ最終的なゴール目標としては何も見なくても発音できるようになるっていうところをですね目指していきます。で何も見ずに聞こえた音を真似する、これ単純にもう聞いていやすっごい難しそうに感じるじゃないですか。はい、難しいです。難しいので何回も練習しないといけないです。もうほんと10回じゃ足んないんですよ。例えば1日10回20回やったとして、それを5日間やれば100回です。100回も一つの文章ですね、多分1分2分ぐらいのものを100回とかですね練習して、その一つがこうマスターするわけなんですよね。なので一つのやつを5回ぐらいってもう終わり、これもう意味ないので、はい、必ずたくさんですね数をこなして、そしてもうこれはもう完璧、聞きながらシャドーイングして、しかも意味も理解できて、この音源はもう余裕ってなる状態までやり込むことが、これがですねとても重要になります。でここまでやりきると、最初にこうリスニングした時にもう 40% ぐらいしかも全然分かんなかったっていうものが 100% 理解できて、音も全部一言一句聞き取れて、さらに自分で発音できるようになってるっていうですね、もうビフォーアフターがすごいわけですよ。かといって別に1個やりきったからといって別にリスニング上がらないです。もうたった1個ですからね。こういうことを何十何百といろんなですね音源を使って練習していくことを通してリスニング力というのは上がってきます。で最初の方でお伝えしたシャドーイングで得られる効果は3つですねあるということで、まず1つ目がそのリスニング力が上がりますよ。でこれなんで上がるかっていうと、音を聞いてそれをできるだけ同じように真似するっていうこの連続をたくさんしますので、ネイティブの音をよくたくさん聞く、そして今まで思ってた音と違うなっていうことを気づけるようになります。なのでリスニング力が上がってきます。そして英語の発音が上達する、はい、これもですね聞いた音を真似るっていう練習をしていきますので、本当文字をそのまま読むというよりは聞こえた音を発音する、聞こえた音をそのまま発音しようとするので、まあ、自然と音が、まあ、例えばリンキングした状態で、まあ、音が変化した状態であったりとか、正しい英語らしいリズムでの発音になってたりとかっていう風になりますので、発音がですね上達していきます。でそして、まあ、いろんな単語フレーズが覚えられるっていうことなんですけど、まあ、先ほどもお伝えしたように一つのやつをマスターするためにはもう何十回も発音しないといけないですよね。でその何十回も発音してると、その文章ある意味も暗記しちゃいます、覚えちゃいます。覚えることでその中に出てくる新しい単語とかフレーズとか、よく使われるような、まあ、センテンスっていうのがもう覚えちゃうんですね、マスターできちゃうんです。であとですね、まあ、シャドーイング意味ないよとか、まあ、効果ないよとかいう人もいたり、まあするんですけど、これはですね、まあ、ちゃんとした方法でやってるのかなってちょっと疑問に思っちゃいますね。例えばちゃんとしたステップ踏まずにとか、あと自分のレベルに対してすごい難しいやつトライして、いやこんなのできるわけないじゃんとか言ってるのって、それ単純にやり方間違ってるんですよ。なので、まあ、がっつりやった上でそれでもまあ効果なかったよねっていう、まあ、結論に落ち着くならば分かるんですけど、まあ、科学的にもですね証明されてるわけなんですよ、もう効果がありますよっていうのが、はい、なので、まあ、ちょっとしかやってないでシャドーイング意味ないよっていうのはどうかなっていうふうに思ったりしますよね。で次回の動画、またその次の動画では、まあ、シャドーイングをこう実践した動画であったりとか、こう間違った人がやりがちなことっていうですね解説していきたいと思いますので、シャドーイングのやり方をマスターしたい方、発音を上達させたい方、またリスニング力をアップさせたい方はですね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.